Covers your eyes, promise not to look. Cause I got some good news for you. Unexpected surprise, now you're on the hook. Guess what, I booked a ticket for two. I feel stressed and depressed. I feel stuck in a route. Ah. It's time we can change. 今日はあるところに行きます。はい、今日はあるところに行きます。今日はあのね、行っていいの？ということで、どうぞ。私たちが出会った場所に行きます。イエーイ。ゆうきがもともと働いていた場所。はい。今まで YouTube とか配信してるときに、あのどこで出会ったんですかとか、どうやって出会ったんですかとか聞いてくれることが結構あって、でついにね、はい、私たちが出会った、ゆうきがもともと働いてた場所で、本当にお話ししたいと思います。出会いの場所ですね。そう、だけど、まあ、そこがもうちょっと、まあ、閉店しちゃうっていうことで、ちょっとそんなんダメだよ。そう、急ぎでちょっと2人で行こうと思います。もう大当てだよね。よ、うちらの思い出の場所だからずっと会ってほしかったね。まあでもそういうことだよね。出会いもあれば別れもある。すっごい美味しいからさ、本当にね、本当はさ、これもっとさ早めに配信してみんなにね食べに来てもらいたかったんだけど、これ出す時は終わってると思うの。もうないのなんだけど、新しいよね、もうない店を紹介するっていう。だけど出会った場所っていうのをとりあえず、まあ思い出に残すって感じ、思い出にも残したいなと思って、なので行ってきます。前は俺の仕事終わりをいつもこうやって待ってましたね。だってさ、あの目の前で待ってたらなんかさ、あれじゃん、だからここで待ってたよね。だってもう辞めてから半年ぐらい経ってるよね、大体。そうだね、楽しみ。来ました。はい、私が座ってたんだけど、本当こういう目線でゆうきのこと見てたよね。そう、顔を上げたら目の前に彼がいない。いないよ。いないよ。いないよ。けどこうやってめっちゃ真一生懸命やった。あった、ありがとうございます。乾杯。私が1個前に、ここ2軒目だったんだよね。そう、で、近くのアシェンダっていうお店でご飯食べてて、でそこでなんか結構ふざけていろいろ会話をしてた。その時になんか、この中でタイプは誰だみたいな話をしてて、で、いやそんないないよとか言ってて、で結構ゴリゴリな方が多かったの、マッチョの、ラテン系な方が多くて、で、なんかそういう会話を、ね、してて、で2軒目に来て、でまたその私の友達が言ったんだよね、ふざけて。で、いないよって言って、まあ、しいて言うなら、この奥にいる人は、なんか浮気しなそうって言って、パッて目、こっち向いて、ああ、そういう顔か、みたいな感じで話してたの。そしたら、なんか急に来て、なんかあれだよね、なんかスタッフの人が、あれスタッフの人に言ったんだっけ？そう、スタッフの子に、私の友達が、何歳ですかみたいな。聞いてくれて、同い年ですよ、みたいな。私もさ、なんかナンパしてみたいだったから嫌だったの。すごい。それで、なんか変に誤解とかされたくないなと思ったんだけど、ゆうきが、なんか、こっち来て、なんか、俺のことかっこいいって言ったっしょみたいなバリに来たわけ。だから、なんか、無理なんだけどって思って、で、なんか、いや、ほんと誤解しないでくださいね、みたいな感じで言ったんだよ。だって俺はさ、スタッフの人からさ、なんかめっちゃかっこいいって言われてますよって言ってないよ。かっこいいとは思ったけど、言ってない。あそこのテーブルの人がって言われて、やっと立って見たら、あんな人たち座ってたんだぐらい。マジであの日超忙しかったから、マジでさ、視界に入ってなかった。え、どう思った？え、どう思った？で、
なんかあそこのテーブルのあそこに座ってる方が今こう言ってきますよみたいになって、なんかめっちゃおしゃれな人だなと思った。マジで初見。ザ・代官山みたいな。埼玉よ。真っ黒の服で、金髪で、目クリクリで、うわー、なんか代官山が歩いてるみたいな。何言ってんの？歩く代官山じゃんと。なんことない。食べる代官山。なんで、どういうこと？でもそしたら、なんかそっから始まったんだよね。そうね、だからそこで俺がプライドポイントを持ってこんにちはみたいな。そうで、なんか帰りになんか普通に帰ろうってなった時に、あの帰る前にも何年かちょくちょく会話してん。結構飲むんですねとか話したりとかしてて、で帰る時にお見送りしてくれたんだよ。でお見送りしてくれる時に、あの店員さん、勇気がなきゃって店員さんがなんか山崎とこ交換したのって言って、やるマジでファインプレーだった。神足と俺もだって交換とかできたらいいなぐらい、まあないだろうなみたいな。俺から行くことは絶対ないし、なんかタブーじゃん。でお客さんから来るってこともさ相当じゃん。でも帰り際だしないじゃん。あー、まあいいだろうな、またいつか来てくださいねぐらいの。わかる。連絡先は交換すると思ってなかったし、見ず知らずの人に連絡先を教えるなんて嫌だったから、えーって思ったし、でもなんかパッと見話しやすいなってすごい思ったから、あのなんていうの、ここでの会話の感じね、もうちょっとだけテンション感、まあもうなんか変だったりとかだったらブロックしようと思ってる。でたらなんか結構話すとすごいいい感じだったって言ったら、でもさ出会ってさちょっと連絡交換したのってさ、なんか連絡交換したの初めてでしたみたいな、ゆうきが言ってさ、すごい言ってくれたじゃん。いや本当に全くこういう時に俺は連絡先をあんまり交換したことがないみたいな。したことがないっていうか、連絡先を交換してくださいって言われたことがない。だからなんか連絡先とか知らないですよみたいな、こうやってなったことないですみたいな。で、ね、結構なんかかっこいい人たちが多いというか、結構顔が整ってる方たちが多かったじゃん。だからなんかえぇ、って思ったの。なんかそんなことないでしょ、嘘だねみたいな感じで言って、もう本当ですみたいな感じで言っててさ、じゃあなんで交換してくれたのって言った時さ、急にさなんかさそんな感じだったね。いやなんかお客さんでなんかまたなんか予約とかしてもらうときに、なんかあの俺がいないと、まあなんかあれだった、なんかなんだっけ、うちのお店シフト制だったからさ、そうです、前が来て俺がいないみたいななると、まあなんかこんだけさ仲良くっていうか、まあまあ喋ったお客さんならいるときに来てほしいじゃん。だから、まあ、LINE とか交換してた方が、まあ、僕経由で予約してくれれば、僕いる人かにぜひ来てもらえるんでみたいな。で、あと僕もなんか素敵だなって思ったんでって言われて、え、何それって思って、何、私はこのお店の一人の客みたい な, なんかお金を払う、なんか営業じゃん。そう、営業っぽすぎてなんか、あ、そうと思って。じゃ俺的にはめっちゃ紳士だ、紳士なつもりだった。 何最後の後付けのように素敵だと思ったんだって絶対思ってないじゃんと思って、それは紳士で言ったらね、それわざとやったんです。あと、あんまり押さないように、え、あんまりグイグイ行かないように計算してたんだ。気持ちはグイグイ行きたかったんだけど、ここでグイグイ行ったら絶対にすごい来るじゃんみたいな思われるから俺はもうめっちゃ我慢して正解、グイグイ取られると聞いちゃう。だからめっちゃもう、あ、俺もまあまあまあ、うん、うん、全然余裕だよぐらいの感じ。余裕ぶってたから私も別にそんなに入ってくのやめようと思ったんだけど、でもなんか初めて2人でランチしたんだよね。ランチしたんだよね、2人で。表参道でね。今度そこも行こうよ。そうね、第2弾。第2弾。でそこで行ったら、おじやいやさんだよ。そう。そこ行ったら、めっちゃ話がね、めっちゃ喋って、いろんな話。なんかその後に行ったパン屋さんじゃん、あそこがめっちゃ喋った気がする。めっちゃあっという間だったけど、なんかすごいなんか私がダメな部分とかを言っちゃったの、すごいその日で。平
しくバイバイした後に、あ、もう終わったと思って、もういいやって思って。俺は普通にめっちゃ嬉しかったけど。こんなこと話してくれるんだ。なんか喋りすぎたと思って、なんでこんな喋っちゃったんだろうと思って、まあでも嫌いって思われたら別にもうそれでいいやと思って、前だしこれがと思って。いやでも男は絶対嬉しいよ。なんか嬉しいみたいな。こんなもん。でも勇気も喋ってたし。ね、楽しかったよ。楽しかった。そのも。食べますか。腹減ったマジで。ね。何だと思ったの。桜のカルパッチョ。桜のカルパッチョ。何？あ、カルパッチョ食べたいけど桜の。何だ。桜のカルパッチョなんてないでしょだって。ないよ。イメージどんなの。桜の花びらがこう。ちょっとオリーブオイルみたいな。それはちょっと違うなと思って。かわいい。かわいいじゃない。桜の形。え、なんだと思う。サワラだ。サワラ。サワラ。サワラのカルパッチョ。サワラっていうお魚。だから桜じゃないから大丈夫だよ。わかった。なんだろう。初めてね、ゆうきのこのお店でね、わたあめ食べた。あれね。いけ。なんかすぐなくなっちゃう。かわいいね。小学生なんかすぐなくなった。シーザーサラダ一番好き。うまいよね、結局。うん、おいしい。超うまい、これマジで。思い出の場所だね。前相当食べきてる。めちゃめちゃ来てたよ。 10回は余裕で来てるよ。だって勇気があれだったもん。ずっと仕事だったから、土日とかも。俺が大体さ、退勤が11時とか12時だったから、最後前が1時間ぐらい食べきて帰るみたいな。一緒にそうとか、あとはもう全然土日とか会えないから。でも私土日休みだから。これがうまいんだ。ゆうきの料理してるとこも好きだから見に来てたよ。でいつもあそこのね、カウンターでね、ゆうきがやるからね。カウンターでゆうきがよく作業する方に行ってもらうんだよね。ただここに俺がいて、前がいて、俺がこうやりながら喋ってる。そう、独創席。これ懐かしいな。何なの？何なの今のピースは。何なの？お寿司の時もそうだったんだけど、変だよ、そのテンション。これめっちゃ美味しいよね。めっちゃうまい。メープルバターってのもやばいよね。うまい？食事がめちゃくちゃアクション。おいしそう。エルビーのパスタってもちもちだよ。初めて。食べることある気がする。SM ニンニクうまニンニクだわ。やっぱりニンニクがうまい。なんかキスね、懐かしいね。めっちゃ食ってた、ね、食べないたまに持って帰ってきてたし、食べれなくて忙しすぎて食べれなかった、ね、あ、待って待って、違うけど、でも
ごちそうさまでした。美味しかった。いっぱい食べさせてもらいました。ね、思い出の場所で。はい。美味しかったね。ね。ご飯もすごいもちろん大好きだったし。ああ。で、だから美味しくって食べに来てたみたいなところもあるんだけど、でもやっぱりあそこは本当に、ね、奇跡のような感じで出会った場所で、なかなか出会わなくない？ああやって。そうね。だから出会った場所だから、なんか、お店は変わっちゃうけど、こうやって動画に残してよかったです。うん、本当に嬉しい。ちょっとだけどお話できてよかった。こちらの過去、そうね、過去っていうか、出会い方、うん、あそこで出会ったっていう、うんうん、でもすごくなんか楽しかった。今日久しぶりに行ってね、まあもしかしたらあのもしかしたらっていうか多分終わってしまってるんだけど LB 自体は。そうね。なんだけどなんか系列店なんで、もしよかったら行ってみてください。見てくれてありがとうございました。ではまたチャンネル登録といいねもよろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。じゃあねー。